では準決勝勝ち抜けるのは4名始めていきたいと思います。3、2、1スタート。さあサルさんがまずスタート、画面、左下ワンピー側。さあこれは揃いも揃ったモサども。さあオンちゃん、そしてひよこさんがスタート。さあそろそろコーレンさんもスタートしますが、あと10秒ぐらい。さあこの中で勝ち残れるのは4名。さあ先ほど8分台3名が敗者復活に出場しましたが、3名とも抜けました。そして、先ほど大ポカを、2回戦の大ポカをやったオンちゃんも敗者復活を勝ち抜いて戻ってきています。さあそのオンちゃんがスタートしています。現在トップサルさん、サルさんちょっと危なくないかこれ、大丈夫か。さあサルさん攻める。サルさん50今いっているが、これ69を超えられるか。69超える、あー大丈夫そうです。さあサルさんも無事。さあ SK さんスタート、そしてあっとコウさんスタート、そしてスリーセブンさんもスタート。モンスターモンスターを飲んでいたのに、もうあっとサルさんまた危ない、棒してた。さあ棒してました。さあ、報告しておきますが、トップはサルさんの現在110。あ怖い。さあサルさん完全復活。さあどうですか。さあこれは、100を超えているのはサルさん、ひよこさん、おんちゃん、そしてコーレアンさんが今100を超えました。この4名が先発組のワンピーが4名が100を超えています。さあ危ない。 SK さん画面右上がスイッチなので、 SK さんがちょっと危なかったが1名を取り留めました。さあサルさんがちょっとなんか不安定なような気がしますが、大丈夫でしょうか。さあどうだ、非常に綺麗に飛んでいる。皆さん大丈夫、準決勝の舞台。さあどうだ、サルさんちょっとやはり安定していない。さあ今200通過しました。サルさんが200を通過。さあ次に200を通過するのは誰だ。さあ2番手はひよこさん、ひよこさんが2番手。さあ3番手、3番手はさあ3番手がおんちゃん、そして4番手は今コーレンさん来ました。さあ現在4人が200台、そして5番手に SKR さんが今200台に入りました。そしてあとは8分台の3名、8分台の3名誰が一番最初に200台に入るのか、これは注目です。現在リードを奪っているのは SK さんに見えますが、さあ誰が8分台一番最初に200台に入ってくるか。さあ SK さんが入ってきた、 SK さん、そして今37さん入りました。そしてちょっとスターマン遅れた、スターマンが遅れて今200台に入りました。さあトップのサルさんは300台に突入。さあ現在トップは310です。皆さんトップは310。さあひよこさん300。さあ続いておんちゃんかコーリャンさんかどっちだ。ちょっとあコーリャンさんが抜いています。コーリャンさんがこの準決勝で気合が乗ってきて今300入りました。3番手さあ4番手はおんちゃん、4番手さあどうでしょうか。非常にいい形で4番手、さあ今 SKR さんも300台入りました。コーレアンさん危ない、ちょっとコーレアンさん形が悪い。さあどうだ、これはちょっと危なくなってきたぞ。コーレアンさん大丈夫なのか。さあどうだ、危ない、やってしまったのか、これはやってしまった感が否めないが、コーレアンさん時速338。さあ脱落してしまいました。さあコーさんが300突入、現在トップはサルさん、サルさんはなんと400を超えています。さあサルさん400と突破しています。さあコーレアンさんは実況席に戻っていただきましょう。さあ敗者の弁をお願いします。はい、クソゲーでした。いやそんなことない、そんなことない、私の受けが悪かったです。そうですね、はい。さあまあこういう日もあります。さあどうだ。さあ現在トップはサルさん、サルさん非常に順調。はい、モンディさんじゃない、SK さんが400を突破したのかな。そうですね、現在トップはサルさん470台、2番手がひよこさん、3番手がオンティさんに SQ… あ SQ さん
ですね。とオンディさん、はい、並んでますね。さあ、スリーセブンさん400、SK さんも400、コウさんが遅れたが今、あ、コウさん追いついてますね。今、あっと今入りました。コウさんちょっとレベルストップあった。入りましたが、大丈夫でしょう。まだまだわからない。今、トップのサルさんは500を突破してます。スリーセブンさんとサルさんで100差ですね。そうですね。いや、ないですね。これでも今日本当にスリーセブンさん乗ってますから、ひよこさんが今500で入りました。あ、ひよこさん、俺にもう私を見せました。さあ、気合いが入りました。おっと、SK も早いぞ。 SK さんも今スリーセブンさんと同じぐらいです。あ、今さあ、SK浦さん、SK浦さん3番手、3番手、4番手、オンちゃんになりそうだ。オンちゃんが今入りました。はい、オンディさん400。あー、ひよこさんちょっと真ん中に。あー、次は誰だ。あー、さんちょっと入りました。スリーセブンさん500、5番手。そしてエスケさんも、エスケさん入りました。エスケさん6番手。そしてヨウさんが来た。コウさん来ました。素晴らしいですね。全員20G 入りました。はい、いや、一人死んでます。あー、一人死んでますか。はい、あー、そうですか。それは気づきませんでした。そう、今実況やっている方が今亡くなった、張本人、死んだのは3名。今は亡きコーリャンです。今亡き。さあ、貴様の陰で解説を始めています。そうないやね。さあ、今現在トップはわー、大輔さん、ちょっと棒危なかった。さあ、うまい。ああ、そう、今のレベルが、レベル入っちゃいました。おー、ちょっと違う、SK さんが600、SK さんも600。そうですね、ひよこさんに少しずつ近づいてますね。2番手アルファイ、600は、あとは、あー、スリーセブンさん来た。スリーセブンさん600、ちょっと遅れたな、SK。 質問が悪い。いやー、まあ、SK さん、さあ、コウさんが600先に行きました。さあ、でも、SK さんも入ってますよ。SK さんどうだ。おっと、振り返った。いいプレー出ました。今のは良かったですね。いいプレーが出ましたね。さあ、これでかなりピンチを出しています。さあ、トップ、今サルさんが710台、2番手を追うのがギヨコさんが、もうすぐ今700突破。サルさんとヒヨコさんで25の差があります。あ、でも SK ワーさんが来ましたね。 SK ワーさん3番手、追いつきました。維持してます。さあ、4番手争いが今すごい。オンディさん、スリーセブンさん、コウさん復活してきた。コウさんがスリーセブンさんに追いついてきてますよ。あー、スリーセブンさん角が悪い。700が来たが、さあ、オンディさんもコウさんも入っている。スリーセブンさん、チキン一気に丸くなった。スケンさんが大復活で7回入ってきた。さあ、スケンさん完全復活、追いついてきてる。さあ、トップのサルさんが今790。これはコウさんとコーリャンさん、これ SK さんがグイグイ来てますね。え、私がどうしました。いやいや、死んでます。ごめんなさい、300で死んでました、はい。さあ、現在トップのサルさんが800。ひよこさん、うまい。ひよこさんが、でもひよこさんが食らいついてる感じですかね。そうですね。お、今緑の逆上がり見せました。さあ、ひよこさん、でもちょっとツモが噛み合ってない。さあ、しかも刺したら赤が来るという、ちょっと流れが聞けない。 SK さんも800突破、入ってますね。これでちょっと分からなくなりましたよ。さあ、サルさん、ちょっとリードが広くなってきています。サルさんは結構ぶっちぎってる感じです。そうですね、ここまで1-1と来てます。さあ、ちょっと勢いが高いのはひよこさんとスリーセブンさん。 SK さんが800入りました。さあ、そしてスリーセブンさんも入ってます。今4番手、コウさんですか。いや、違う、4番今、サルさん、ひよこさん、SQさん、コウさんですね。はい、さあ、900、サルさん、コウさん、サルさん、ぶっちぎりだ。これ、ぶっちぎってますね。2番手のひよこさん、SQR さんが大体30差ぐらいです。ちょっと離されました。さあ、どうだ、これは分かんなくなってますよ。サルさんも、今、右穴は塞いでるが、地形はいいです。大丈夫ですね。2番手はこれはひよこさん。いや、ひよこさん、ひよこさん入りました。900台入りました。さあ、SQR さんは下一桁が見えない状況。レベルストップが入りました。今入りました。さあ、3番手、これでも分かんないですね。コウさんがもう来てますよ。コウさん、コウさん、コウさん、4番手、コウさん、4番手。さあ、スリーセブンさんとSKさんが、さあ、来た。オンディさんもちょっと、さあ、SKさん来ました。SKさん、5番手、その当落ライン、コウさんとエスケンさんとで、オンディさんが6番手。さあ、スリーセブンさん危ない。いやー、
これ赤い赤が来るか来るかどうか、いやー不採だスイーテルさん、さあその隣でサルさんがぶっちぎり一着取りました。さあ2番手は誰になる。さあ2番手争いはエスキュアさんとひよこさん、ひよこさんの方がわずかにリードしています。リードしてますね。さあしかしコウさんも急接近してますね。どうでしょうかコウさん、エスキュアさん。さあよく見ましょう。これはさあひよこさんどうだ。ひよこさん来た、2番手しっかりキープ。3番手エスキュアさん、4番手コウさん。ここまでが決勝進出。いやコウさん見事な復活劇。5番手はエスケン。エスケンちょっとトラブルが痛かった。エスケンさん惜しくも5番手でした。さあそしてオンちゃんも立派 GM 出しました。さあ非常に充実した。ちょっとサルさんが強いじゃないですか。これはサルさん強いですね。1位を守っています。前半でやられた誰かさんとは大違い。あそうですね。えっ、ー、となこ